カール・アマデウス・ハルトマンはドイツの現代音楽の作曲家。20世紀ドイツ最大の公共曲作家とも称賛される。画家フリードリ・ヒリ・ヒャルト・ハルトマンの抜歯として生まれる。長兄アドルフ・ハルトマンも肖像画家であった。1919年から学校教育を受けるが、この頃すでに音楽を転職と自覚していた。1924年から1929年まで。 国立ミューンヘン芸術音楽アカデミーに通いトロンボーンを学ぶ傍ら作曲をヨーゼフ・ハースに指示。最初の作品はバイエルン国立歌劇場などで多くの聴衆を前に上演された。ダダイスムやジャズに影響された作曲の試みもこの頃に遡る。しかしながらハルトマンはこれらの初期作品を後になって破棄している。この頃から ヘルマン・シェルヘンと生涯にわたる信仰を結び、第二次世界大戦中はスイスで接触を続けた。1934年にエリザベート・ロイスマンと結婚し、翌年に息子・リヒャルトを設けた。1933年から翌年にかけて、ナチスへの抗議の意思表明として、還元楽曲、ミゼレーレ・ミセライを作曲する。この頃をピークに、1945年に、 ナチス政権が転覆するまでの間、もはや自作が上演されなくなる。ハルトマンは説得こそされなかったものの、いわゆる国内亡命を余儀なくされ、かんづく妻の両親の援助で生計を立てつつ、引き出しのための作曲を続けた。この時期の作品に挙げられるのが、弦楽四重奏曲第1番、公共曲第1番、バイオリンと弦楽合奏のための、 創創競争曲コンツェルトフネブラである。戦時中にウィーン近郊のマリア・インツェルスドルフでアントン・ベーベルンの訓導を受け、その後の創作に重要な影響を受けた。九百四十五年にバイエルン国立劇場の演出家に任命される。アクル百四十六年大幅に改訂された還元楽曲を公共曲の題名で公表する。一方、 新設されたバイエルン放送と共同で、前衛音楽の上演のための音楽団体、ムジカビバを旗揚げし、没年までその活動に全身全霊を傾けた。戦後は自作から最も政治的な痕跡を拭い去り、ナチス時代に積極的に活躍したカール・オルフやベルナー・エックラの作曲家に対して、当初は異かいを起こしたものの和解を申し出た。 西ドイツにおいて決定的に名誉回復を受けていながら、東ドイツからの移住要請にも気をそそられていた。作品の上演回数が上向くにつれて、ハルトマンの知名度も上がり、数多くの名誉を受けた。1963年に、ガンヌ・タメ高い。ハルトマンの最も成熟した、最も名高い作品、すなわち八つの公共曲は、いずれも戦後になって完成された。 おそらく最も有名なのは、レクイエムの試みファーズクアイネスレクイエムズと題された公共曲第一番であろう。この曲は元来、ウォルト・ホイットマンの詩集からの抜粋に基づき、アルト読書と還元学のためのカンタータとして1936年に構想された。この作品は、やがて公共的談笑、我らが日常ウンザー・レーベン。 シンォニッシュズフラグメントとして知られるようになり、芸術家やリベラル志向の個人にとって、ナチ体制化初期のほぼ惨端たる状況についてのコメントと指摘とされた。第三帝国が第二次世界大戦に敗れてから、この体制の真の犠牲者がはっきりすると、カンタータは公共的談笑、レクイエムの試みに解明され、幾万ものホロコーストの犠牲者の追悼作品と位置づけられた。 改訂は1954年から1955年に進められ、1956年に最初の公共曲として出版された。ハルトマンの作曲様式は折衷的である。初期作品において、グスタフ・マーラーやアントン・ブルックナーの影響が歴然としており、大宝の手法はマックス・レーガーに眼下されていた。後にパウル・ヒンデミットや、 中期のインゴリストラビンスキーら、新古典主義音楽の足跡をたどるようになる。アントン・ベーベルーンに支持したにもかかわらず、新ウィーン楽派の作曲家では、アルノルト・シェーン・ベルクとアルバン・ベルクの二人により深く啓発されていると自覚していた。第二次世界大戦後のハルトマンは、ミュンヘンの演奏会、シリーズ、ムジカ、ビバの統率者として、ドイツ楽団の重鎮となった。旧 ハースの後を継いで、ドナウエシンゲン音楽祭の運営にも関与している。ハルトマンは、西ドイツ国民に、ナチスの文化政策によって禁じられた現代音楽の存在へと、今一度振り返らせたのだった。ハルトマンの主要作品は、作曲家の存命中から、ドイツの主要な音楽家により、初演されてきた。公共曲については、ハンス・ロスバウト、オイゲン・ヨフフム、ラファエル・クーベリク、 ハンス・シミット・イッセル・シュテトラが名を連ねており、歌の情景の初演歌手は、ディートリヒ・フィッシャー・ディースカウであった。クーベリックとディースカウは、歌の情景の発録音も行っている。第6番までの公共曲は、第2番を除いてすべて戦時中の作品からの、開作である。第3番は、1944年の公共曲、嘆きの歌クロックジソングと1940年の、 悲劇的公共曲シンフォニアトラジカが前身であり、第4番は1938年のソプラノ独唱と弦楽のための公共曲のうち歌手の入るフィナーレをカットし、新たな楽章に書き換えたものである。第5番は1932年のトランペットと吹奏楽のための競争曲と、その編曲版である1949年の吹奏楽とコントラバス。 二つのトランペットのための競争曲に基づいている。第六番はエミール・ゾラの小説に基づく表題公共曲ルーブル・ルーブルの焼き直しである。その形ではすでに1939年にリエージュで初演されていたのだが改定にあたって学章の配列を入れ替え文学的な発想がわからないようにされた。ありがとうございます。